南砺市の稲見コミュニティプラザアスモの壁に絵を描いているのは漫画家の森美智子さん。森さんは先月から壁主総会プロジェクトとして南砺を応援する人たちの似顔絵や森さんの考えるキャラクターで壁一面を埋め尽くす計画で、完成は来年の春を目指しています。好きなことなので書いてたらめちゃくちゃ楽しいので、書けば書くほどパワー出てくるので、もうもっと書きたいっていうのがあるから、書いてて、楽しい時間っていうか元気になりますね。京都市出身の森さんは30歳での結婚を機に夫の地元である稲見に移りました。20歳でプロ漫画家としてスタートし、漫画雑誌に4コマやギャグ漫画を連載、絵本なども制作してきた森さん、今は郷土の偉人松村健蔵の生涯を伝える紙芝居も制作中で、来年南砺市の幼稚園や小学校などに提供します。壁主総会プロジェクトは今月から有料で似顔絵を描いてもらいたい人を募集。キャラクターと合わせておよそ2000人の顔を描きます。ここに来たら、いい時間が過ごせたなって思っていただけるような空間になっていけばなっていうふうに思っていて、みんなが幸せ感じるような、ワクワクして帰っていただけれるような、はい、そんな空間にしていきたいなと思っております。南砺市で森さんが生み出す作品、楽しみながら描くたくさんの笑顔は地域を元気づける空間を生み出します。